これがカイムワンですね。ランニングカイマギピレワン。あ、あれ豆腐。タイ北部全17県の旅は9県目となるウッタラディット県に入りました。どうもありがとうございます。私ウッタラディット県初めてでございます。来たのは、はい、もう皆さんもあんまり聞いたことないんじゃないですか。ウッタラディット県来たことある人も日本人かなり少ないと思います。そんなウッタラディット県ですね、私今タイ国鉄のウッタラディット駅来ております。結構ね大きいですね、広いですし意外と人もいますね。ウッタラディット県ではですね3泊4日してですね、またまあライブ配信したりとか、あとちょっとまたねいろいろとうまい店を食べ回ろうかなというふうに思っております。まず最初ちょっと駅近のですねお店に今から行ってみたいと思います。よろしくお願いします。ウッタラディット県のですね1軒目は駅から歩いて 2,3 分どこですかね、駅のすぐ近くの食い手屋さんでございますね。で僕がこの食い手屋を来たのはですねちょっと理由があって、僕が好きな街灯とですねがっつりトッピングしてくれる店のようで、ちょっとそれが食べたくてですね、まずウッタラディット県来て、一発目にここ来てみました。見てください、こちらですよ、バミー街灯ですね。バミーなんかバミーあんのかな、これ白い揚げた麺入ってますけどね。あとスペアリブが入ったスープも頼みました。パカドもパカドもついてます。中見てみましょう、中どうなるよ。揚げ麺、あ、普通に麺入ってましたね、当たり前か。おい、あとちょっとこの辺の調味料も混ぜて、これなんだ、あ、これですね、ナンプラーか、ちょっとナンプラー、うわー辛そうなやつあるよこれ、ちょっとだけしようかな、よっ、ちょっとこれでちょっと混ぜよう、ほい、これうわっガリッガッツリ、これ全部混ぜの、うわうわ、辛いタレ入れた方がうまいな、うまい、次このねシークロンが入ったやつ、これちょっとこのパカドン入れてみよう、よし、まあそんなに酸味とか効いてるスープじゃないから全部入れた方がいいね、これ、おりゃおりゃおりゃ、これパッカと全部入れた方が良かったね、まあ、これとバミン、これテレビにも出たことあるみたいですね、ここ載ってるんですけど、創業したのが1989年なんで35年前かな。バミー好きはちょっと必報のお店ですね、はい、ウッタラディット県のですね2軒目か、これ2軒目やってきました。ちょっと市街地、ウッタラディット駅があったあたりからね7、8キロかな
これちょっとあの離れたところにあるですね、ラプレーっていうところに来ております。車で10分ぐらいかな。ここにですね、ちょっと珍しい、私も食べたことない料理があるというのでですね、わざわざ車乗ってやってまいりました。はい、これでございます。カオパンパックっていう料理です。見たことないです私。でカオパンパックにもいろいろありましてね、どうやら、まあ、イエンタフォがあったりとかですね、ムーデンタッピングしたやつとかもあったりとあるわけですよ。あと他にね、カイモアンっていうなんか料理もあるんですよね。これもちょっと食べてみようかなと思います。アニオップオップチェメオップギーナティーナかな。これがカイムワンですね。おー、カイムワン。おー、西名頼みました。カオパンパクヌアプワイです。こちらカイムワンイエンタフォーです。まあ、見たこともない、食べたこともない2品でございますね。なんかこのカオパンパックっていうのがですね、この辺り何軒かお店あるんで、この辺がちょっとしたらね有名なのかもしれないですね、このカオパンパックのね。なんか作り方見てたんですけど、薄い生地にいろいろ野菜を巻いてましたね。でこれヌアプアイっていうのはあの牛肉の煮込みですね。これが乗っかってますな。これね、ほんと初めてだよ、こんな。よっ、よっ。人生初、カオパンパックですね。ケープムンも一緒に乗っけて、おりゃ。春雨か、これね。ああ。まあ、一番近いのは、スッキーですよね。スッキー変に近いのかな。それに牛肉を煮込んだものとかが、まあ、乗っかってるっていう。あと生地にねちょっと巻いてるからですけどね、これは食べやすいね。まあこれはガンガンいけるね。これいっちゃえるね、これね。これは日本人いけるやつだな。ちょっとこの牛肉煮込んだタレがの春雨染みてうまい。続いてこちらですよ、カイムワンっていう料理ですね。これにこのイエンタフォーバージョンですね。さっき見てたなんかあの卵の薄焼きなんか巻いてたのかな、感じ卵の薄焼きを巻いたのかな。この卵の薄焼きとこのね揚げたワンタンの皮とか、なんかこういうの一緒にいただくって感じかな。この卵、ふわっふわやな、これ。ふわっふわや。だし巻きみたいなふわっふわや、これ。ルークチンと一緒にいただきます。これも、日本人に合う。店内がおしゃれですからね、あの若い人が始めたんですよね、ここね。ชอบกินไหมชอบได้ครับร้านนี้ขายมากี่ปีแล้ว30กว่าปีโอ้30กว่าครับ続いてのお店ですね、あのさっきのお店からすぐ近くにある、まあ、ラップレーにあるですね、パーワンミーパンというお店です。もうなんか家の中みたいなお店でございますね。あ、ここが、ここはあのミーパンっていうね、あのくるくるくるっと巻いたね、あの春雨とか、スコータイで一回食べましたね、あれ、とかですね、ミークルクっていうあの麺のね料理があるお店でございます。もう今さっきあのお母さん喋ってたら、ここ30年以上やってるって言ってたんですよ、さっき作ってるとこね見せてもらいましたけれども、はい、
これミークルックね、これで、これミークルック、これミーパン、他のやつもあるんですけど、今食べてからあんたそれ出しなさいって言って1本だけ出してもらって、おります。これね、これからいくかね。これライスペーパーか、これね。あ、ダムーキーあめあかいや、ちょっとあの今あのルクチンもあるけど食うかっつうからオッケーオッケーっつったんですけど、これね、ミパン、これですよ。これライスペーパーですよ、これ多分ね。固めですね、ライスペーパーは。なんかあの中の麺ね、味ついてまして、これと一緒の麺ですね。だからちょっと味付け変えてると思いますけど、うん、タラリットだからこそ食えるんじゃないこれは、うん、ミークルックです。こっちが中でさっき使ってた麺と一緒ですけど、この辺のちょっとこう具材が変わってるね。これトアファックヤオとか入ってます。これグリグリって混ぜるんだよね、これ。よし、えい、うん、うん、あれだ、これあのビーフンですね。ビーフンだった、ごめんなさい、うどんせんじゃないよ、ビーフン。なんかビーフンサラダみたいな味付けがね、なんだろう、これ甘い感じじゃなくてね、ちょっと辛いけど、これうまいな、うん、なんか家で食べてる感じもいいですね。お母さん出してくれたルクチン、豚肉のルクチン、ルクチンもこれちょっとタレつけて、ほい、うん、あ、これ自家製やな、これプリップリしそうな、これちょっとね、こタレ甘めですな、これ、うん、俺こんなルクチン、この豚のルクチン食ったことある、これ、うん、まっ、お茶が来た、地元の茶かな。いいね、この雰囲気が、この雰囲気がいいよ、ここなんかローカル来たって感じだな。あ、アニトーフフッタラディットゲームですね。今日3日目でございます。またまたあのラップレーっていうところで来ました。今日はですね、あのラップレーのジェニーコントーンラップレーというお店でございます。ここはですね、揚げ物です。揚げ物パラダイス、揚げ物で評判ということでですね、まあ揚げ物大好き人間としてはそれはもうちょっと来ておかないとということでやってまいりました。揚げ物のメニューいっぱいありますよ、ここにね。これ、ほら、いっぱいある。ここに写真付きのメニューあった、これ。これがギアオですな。ワンタンの皮ね。これが豆腐がね。いろいろありますよ、これ。問題のあの、ユーザーズチョイス2023に選ばれてるんですけど、店の片隅に追いやられてますね、これ。もうちょっと店の前出したらいいのにな、これ。さあ、まず来ましたよ、これ。お店の人がおすすめしてくれました。エビ。エビ丸ごと揚げてますよ。考えたら、エビ丸ごと揚げてる料理ってあんまないよな。こっちがですね、豆腐と、ワンタンの皮、ね、ギアを揚げたやつですね、こっち。で、タレが2つついておりますな、これ。はいはい、よく最初はもうこの揚げたてのエビからいきましょう。これガバーいこう、ガバー、おいでや、いただきます。うんうん、もうこれ頭からねガブー丸ごといけますよ、カリカリ揚がってるから。ほんのタレもうめえな、これ。ドボン行こう。ほら。
言うことございません。まあ、うん、次は豆腐いっちゃうかな。豆腐ね、豆腐、豆腐こち、豆腐こち、うんうんうん、あ、豆腐、うん、あ、ちょっとこういう皮の厚めのなんか厚揚げ豆腐の豆腐みたいなのも入ってるな。うんうん、あ、これ豆腐じゃなかったわ。のんまいトートだ。たけのこ、たけのこ揚げたやつ。たけのことなんかお肉詰めてるのかな、これね。よくよく考えたらたけのこの揚げ物って食べたことないですな。そういえば初めてですよ。これこっちつけて、でもね、揚げ物の定番といえばギアオと、これはこっち行こうか。こっちね。うん。このパリパリ感、パリパリ感。このエビは贅沢やな、これ。これは。うん。ランニカイムギピレオか、あ、セプシレオか、あ、セプシピ、あ、今日がですね、ウッタラディット県の最終日でございます。最終日、またですね、カオパンパックのお店来ました。1軒目はあのカオパンパックインディーというお店でしたけれどもね、ちょっとおしゃれな店でしたけど、ここは結構あのローカルな感じのお店です。なんでこのお店来たかというとですね、実はあの昨日ちょっとご縁があってですね、ウッタラディットのですね、高校に行きまして、現地の高校生、日本語を勉強している高校生たちと交流する機会がございまして、でそこで日本語を教えているアン先生っていう方からですね、まあ、カオパンパックを食べるならここですよというふうに言って連れてきていただきまして、それはちょっとじゃあ紹介しとかないといけねえなということでですね、最後にここ来ました。またやっぱりカオパンパックというのはこのラップレーのですね、まあ、料理だそうですね。また何店舗かあります。その中でもここは一押しだということで、やっぱり地元の人が推してますから、ここ紹介せんといかんというですね、やってきました。薄い屋の生地にですね、野菜とか麺とかね巻いて、目玉焼き乗せて、ケープムーとかもね乗っけてます。こっちあのカイモワンっていうあの料理でございますね。こっちもあの生地、薄い生地と卵を溶いた卵を乗せて巻いてる料理です。一つは調味料とかを入れたカイモワンソンクロワンっていう一品で、もう一個がね、グンヘン入れてるカイモワン、2種類頼みました。昨日ちょっと先生に教えてもらったんですけどね、これ卓上の調味料を自分好みで混ぜて作って横にかけるって食べるというのが正式なやり方、食べ方だそうです。僕知りませんでした。その先生がどんな配合でやってたのかちょっと見てないんですけど、まあ、適当にちょっといきましょうかね。で、アンプラもいるよ。もう ここはもうね、己のセンスの見せ所ですからね。で、チリもね、切って、入れて、はい。で、これ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 と混ぜるね。そうで、これをですね、このタレをここにね、こうちょろちょろちょろってかけていただくわけですよ。おりゃおりゃおりゃ、いただきます。うん、これあのここのですね、
顔パンパック野菜とか麺もりもり入ってる、空心菜とかキャベツとかですね入ってますねこれ。ああ、うん、ケープムもいいね。こちらがね、カイモアン。こっち手前がソンクロアンかな。こっちから食べてみようかね。ちょっとね、タレつけて。よし。よ。うん。なんとその卵のふわふわとこの生地のもちもち。ケープムこれまた一緒に食ったらね。食感も楽しめますかな。ありがとう。ウッタラディット県のですね、最後コーヒー農園やってきました。キユキアンカフェっていうところですね。ここは農園もやっててですね、下でカフェもやってるところです。市街地からね、車で1時間ぐらいかかりました。シリキッドダムっていう、まあ、大きいダムのですね、まあ、近くにあるんですけども、まあ、こういうところでもですね、コーヒー栽培やってるんだっていうことをですね、ちょっと見たかってですね、ウッタラディット県のここまでやってきました。ここ終わったらですね、次は10軒目のですね、プレー県に向かいます。タイ北部全17県の旅もですね、だいぶ後半に入ってまいりました。また次の動画でですね、お会いできたらというふうに思います。最後グッドボタンなんかもですね、押していただければ最高でございます。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。